両サイドは自然に斜めになるんですね。縦に通ってるように見えますけど、全体的にあの真ん中の列も含めて円を軽くアーチを描くようにして、舞台に対してこう整体しているような感じに近いようにしております。それとこうよくあの最近はここに PA だけではなくてプロジェクターとかいろんなもので、こう機材が前に出てくることが多いんですけども、こういうお席 もう全部取り外しが2席単位でできるようになっていまして、いろいろセッティングがしやすくなっています。でここの中の機材も結構はめ殺しの部屋に入っている場所も多いんですけれども、手すりを外して自由に